ここって自分の部屋っすよ。どうなってんすか？ん？勝手にパーソナーコンピューターが。なんなんすか？一体どうなって。うわぁ！お姉さんよ。お姉さんよ。ん？あれ、ササラさん？おう、気づいたか？なんだか夢を見ていたような。少しうなされておったぞ。旅の疲れが溜まってたのかもしれんの。ポカリ飲む？飲むつ。ポカリうめえ。ここは何なんすか？わしにも見当がつかんの。じゃがの、あんなにたくさんのガラスみたいな破片があったら、マクレーン刑事でも歩きにくそうじゃの。ダイハードか。お次は何なんじゃ？ハロー。欧米か。まさか、ハローで会話が成立しない？それが、普通だよ。そうだったのか。前に話をしたのが、えらい昔のことやったから、問題ないと思ったんや。それって、エンドレスエイトぐらいの月日かい？いや、もっと長かったなぁ。あれは、せいぜい600年ぐらいの出来事やろ。それでも、エラーが多いみたいっすよ。どうやら、修復が必要なようじゃのなんか始まったぞ。ほい。あんた、ワテをどうするつもりなんや？どうすんの？仕方ない、状況じゃ。仕方なくないよ。おえー、こいつやべえ。それは知ってるよ。ほれ、ここがええのんか？これって、全年齢動画だよね。お次はこっちの番や。なんかジャンプしたつよ。石頭か。あれ？なんでや？ほんまや。お姉さんのツッコミで、いつも鍛えられてるからの。そうですか、ありがとうございます。ではお次は、ここならどうじゃ。おお、決まったか？言ってもうったー。変態ばかりじゃねえか。よっしゃー。倒してどうするんだ。ちょ、おい、まだアルテミスのこと聞いてねえよ。どうしてこうなった？で、ここはどこなんすか？ふむ、ここはエスベガクオメガといって、オモトミと星系のようじゃ。あれ？周り、何にもないつよ。そうじゃのう。コネハウスからだと、5000光年は、離れているようじゃ。マジっすか？随分と飛ばされたっすねー。まあ、今の状況を把握したいとこじゃが、アルテミスの行方どころか、センチネルの謎も解けとらんようじゃ。それじゃあ、お先真っ暗っすか？まあ、今はログに従って、救難信号の調査じゃ。アトラス神により、遥か彼方の未開地に放り込まれた二人。刻一刻と過ぎ去る、時の流れに身を任せつつも、不安を拭い去れないのも事実であった。なんかここって、オネハウスと環境が似てるっつよ。
じゃが、センチネルは攻撃的じゃから気をつけるのじゃぞ。って、言ってるそばから。まあいいや。確認確認と。あら？アルテミスつか？いや、どうやらホログラムのようじゃ。でも、なんか攻撃されてるつよ。おい、どうなってんだ？これ以上攻撃されたら、アルテミスが。いで、いで、いで、最高。ド M か。とりあえず、ここは危険じゃ。このことをアポロに報告せねば。しかしあれかのう、未知の死亡地点にアルテミスがいたとなると、自身の身に何かがあったと考えるのが妥当じゃ。やっと片付けが終わったよ。まあ、急な話でしたからね。でも、急に引っ越しするんだ。なんて言った時は驚いたよ。善は急げって言いますので。話は聞かせてもらいましたが、さらなるテレポートモジュールの研究となると、ここの施設では対処できないかもしれませんね。そうですか。難しそうですね。はあ。それでも、可能性にかけてみたいというのなら、一つだけ方法がありますが。と、言いますと、我々が今滞在しているノグンゴク星系から112光年離れた場所にホミニャンという星系があって。名前がかわいい。私もそう思う。で、そこには私が管理している大きな研究施設が存在する。おそらくそこでなら問題なく研究を続けられるだろう。まあ、警備の関係上、私も同伴することになるが。で、なんすか？この、トゥーポイントホスピタルにいるような患者さんは？どうやら、ネットワークに障害が起きて、この、なるという人物が現れたようじゃ。でも強？この方が言うには強？アルテミスを救う方法があるとかないとか。電波ジャックして？なーに言ってんすかねえ。まあ、そこまでして助けたいという意図はよくわからんが、気持ちが伝わってきたのは確かじゃ。じゃが、少々ややこしいの。何か問題でもあるんすか？ふむ。これが、なるの言っておった、マインドアークのレシピなんじゃが。なんすか？この、見慣れない、ソウルエンジンっていうのは？ドミニク・トレッドの魂とも言える、V8 スーパーチャージャーエンジンじゃ。ソウルエンジンすげえ！って、なるか？いで。それで、その、ソウルエンジンなんすけど、必要パーツとして、金属プレートは、すぐに作れるんでいいんすけど、残りの2つは、どうしたらいいんすか？ふむ。まずは比較的入手しやすい、イケル真珠からにしてはどうかの。生息地域などは、マキさんたちに聞いた方が良いが、この、装甲2枚外から入手できることは分かっておる。なるほどつねー。
じゃあ、そっから手をつけてみるっす。その前に飯じゃ。はい。